元気ですか？元気があれば何でもできる実況アナウンサーの鍵野隆彦です。今回はですね、空手家の中達也さんを紹介したいと思います。このチャンネルは元気のない人が少しでも元気になれるようにアスリートの頑張りを紹介しておりますので、チャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。さあ、今回紹介するのもですね、空手家の中達也さんです。YouTube にもですね、結構出ていらっしゃる方なんですよ。この方の存在を知ったのは、先日のですね、村田亮太選手との対談ですね。あの V を見て、動画を見て、ああこの人いいなと思ったんで、今回は紹介をしてみたいと思います。で、中達也さんはですね、今、その武道空手をね、追求しております。元競技のね、選手でした。競技空手から今武道空手の方に推移して、日本空手協会の総本部の師範として活躍をしていらっしゃる方なんですね。で、彼はですね、13歳で空手を始めています。弟さんの影響だったわ。そうですね、弟さんが先に始めて、でお兄ちゃん後から入っていく、そんなパターンになりました。和道流の流れを組んだ道場だったそうです。空手においてはですね、主要4団体というのがありまして、4流派があるんですね。和道流でしょ、松濤館流、紫藤流、剛柔流、この4つがですね、まあ、大きな、流派なんですよ。その中の和道流の流れを組んだ道場でやりました。その後彼はですね、目黒高校に行って空手部、そして拓殖大学に行って空手部に入って、まあ、主将だったのかな、大活躍をしました。多数のですね、優勝を経験してます。その後ですね、日本空手協会の研修生となって、今総本部のですね、指導員、まあ、師範としてね、大活躍をしているという方なんですよ。ですから実績もあって、今後進の指導に入っているという方なんです。で、私がね、特に興味を持ったのが、本当にその今武道を追求してますね。いや、競技から武道空手、本当に武道としての空手を追求しているという意味でですね、なんとなくこの親近感が湧いてきた。実は彼はですね、1964年の5月の29日生まれ、あの同世代なんですよ、同世代。だからなおさらね、なんとなくこの親近感が湧いてね、ちょっと今日は取り上げてみようかと思っておりました。武人ですよ、武道家、武術家って感じかな、現代の武術家っていう感じ。あの非常にですね、端正な面持ちでですね、非常にイケメンでございます、ね、一人若々しいですね。でその彼が武術の、ね、探求をしているんですよ。江戸時代の、ね、書物を読んだりとか秘伝を読んだりして、研究し、頭でまず理解をして、今度はそれを体に染み込ませようとして、いろんなところに出向いてるんです。この姿勢は、ね、立派ですよ、はっきり言って。あの、ね、彼のスタンスを見てるとね、決して否定しないんですね。他流派であっても他の武道であっても否定しないんです。受け入れようとしてます。これが素晴らしい。例えば沖縄剛柔流であったりね、和道流であったり、それから先般私が見たのが、少林寺拳法か、少林寺拳法、あと太極拳とか、あとボクシングでしょ、村田選手のボクシング、こういったところにどん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 出ていくんですよ。で、いわゆるね、これがね、技術交流にもなってるんですよ。これがまた素晴らしいですよ。先般見たのが少林寺で、少林寺の先生も中さんのことをやはりね、称賛しておりました。すごいと、ね、覚えが早いですね、すごい、すごいですね。で、お互いこうね、高め合っていけるっていうのが素晴らしいと思いますね。これがね、彼の人間性でもあると思います。まさにね、現代における武人ね、武術家、そんな感じがしておりますね。ぜひね、彼の部位をね、見ていただきたいと思います。彼は肩稽古のね、重要性等々も説いてますしね、先般私出しましたね、肩稽古でも強くなれますよって部位を出したんですが、で、これの彼の話もね、そういう話ですから、それも参考にさせていただきました。で、こういった意味でね、こんなすごい人がいるんであれば、どん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 取り上げていこうというふうに思っております。自ら体感をしてね、理念、その武道の理念であったり、その流派の理念というのをですね、受け止めようとしてるんですね。これが本当に素晴らしくて、それがまたね、空手の発展にもなっていきますし、武道の発展にもなっていくんでね、どん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 出向いていただきたいなというふうに思います。いつかね、お話をすることがあったら、まあ同世代としてね、やっていきたいなというふうにも思いますね。まだまだ私なんかの修行が足りないんで、まあそのためにはですね、自分としてもね、どんどん人間力をアップしてですね、まあアップしていけば、まあその時にはですね、また出会うような機会が出てくるんじゃないかなというふうに思っております。あのね、今ね、いろんなこの、まあ、コメントが増えてきましてね、いろんな人とコラボしてくださいということで、いろんな方を紹介してくださるんですよ、動画を通じて。すごく嬉しいんです。で、私もやりたいんです。ですから、おいおいそういう方々には出会っ
ね、行きたいと思いますし、体験していくことはできると思いますのでね、そういうことはどん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 進めていきたいと思うんですが、自分の人間力も上げてですね、自分のその生きるステージも上げてって、そういう方々と対談できるような人間になっていきたいなというふうに思います。そうしましたらね、なんとなくね、今までやってきたことがね、点が線になってきたんですよ。いろんな研究をしてるとね、いろんなものが集まってきたんですよ。面白いもんですね、人生ってね。でね、今後ね、こういうスタンスでやろうかなっていうか、ちょっと固まってきたんですよ。例えばね、世界の、ね、武術家を求めてとか、世界の達人を求めて、ね、愛機探求の旅、まあ、こんな風にやっていったら面白いかなと思いましてね、ちょっとやっていこうかなと思うんですよ。まあ、そのためには自分の人間力を上げてですね、そういう人たちとやはりコミュニケーションを取っていく必要がある。出会っていかなきゃならないとなると、やはり自分の人間力をさらに深めていかなきゃならないだということに行き着いたわけですよ。そうすると今までやってきたことが全部こう点だったものが線になってきたなということなんです。いつか例えば、ね、大谷翔平選手、井上尚弥選手、話も聞きたいんです。彼はどんなことを思い、何を考え、どう行動しているのかを、ね、直に聞いて、そしてそれを私吸収してまた動画として発信する、もしくはその模様を、ね、動画として発信する、中さんとの対談があればそれを発信する、そんなことを、ね、どん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 やっていきたいなと思います。そのためには自分の人間力もアップしていかなきゃならないんで、私も精進しますので、ぜひ皆さんにはですね、その時を楽しみにお待ちいただきたいと思います。今回はですね、武術家、空手家、日本空手協会、総本部師範であります中達也さんをご紹介させていただきました。この辺りで頑張れよ、元気ですか。元気があれば何でもできる、元気があれば発信もできます。実況アナウンサー、萩野貴彦です。よろしくお願いいたします。バカさん。